スターン・オブ・ブレント・フォード、男爵ニコラス・ハーバード・スターンは、イギリスの経済学者。イギリス学士インフェロー。現ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス教授及びアジア、研究センターインド研究所所長。労働党所属。2000年から2003年まで、世界銀行チーフ・エコノミスト兼上級副総裁を、務めた後、イギリス大倉省事官、経済顧問を歴任した。 2006年10月30日に発表した気候変動の経済学と題する報告書で知られる。ロンドンのハマースミスにあるプライベートスクールレーティマー上級学校を経てケンブリッジ大学ピーターハウスで数学の学位をついでオックスフォード大学ラフィールドカレッジで経済学における博士号を取得した。1970年に オックスフォード大学で教壇に立ち、1977年まで、講師。1978年から1987年まで、ウォーリック大学経済学部教授。1986年から1993年まで、ロンドンスクール・オブ・エコノミクス・ジョン・ヒックス記念教授。1994年から1999年まで、 欧州復興開発銀行チーフエコノミスト兼総裁特別顧問。スターンの研究は経済開発と成長に焦点が当てられた。また、ケニアとインドにおける緑の革命に関する著作を表している。1999年から2000年まで、ジョン・ケイが設立したロンドン経済コンサルタントの会長を務めた。世界銀行勤務の後、 財務大臣のゴードン・ブラウンに壊れて2003年から大倉省に入り大倉自席事務次官に就任する次官としては金融部門を担当し政府経済庁の長官を務めたアフリカ政策調査会長官として2005年7月気候変動と開発が経済に今後どのような影響を及ぼすか調査を委任されたこうして作成された報告書が スターン報告書である。2006年10月30日に公開された報告書では気候変動が世界経済にもたらすコストについて述べられ国際社会が早期の温暖化防止に取り組むこと特に二酸化炭素を中心とする温室効果ガスの低排出技術開発が主張された。報告書は環境問題への対処が現状では最もコストの 低い選択であるとし、英国はもちろん国際社会に大きな反響を巻き起こした。環境保護の観点からスターン報告書に賛同する人々のほか、ケネスワローを筆頭に報告書に批判的な人々も主張を展開し、内外のメディアによってその反響は拡大していった。スターン自身は2007年に大倉時間を辞任したが、彼の調査チームは引き続き、 内閣府内に維持された。1993年イギリス学審会員に選出される。その他、全米科学アカデミー名誉会員に推挙された。2004年下級勲借誌に除された。2006年母校である、ケンブリッジ大学、ピーターハウスから、名誉博士号を授与された。2007年10月18日一大貴族に助せられ、貴族院議員に任命された。 2009年、ブループラネット賞を受賞。このほか、ウォーリック大学名誉教授、ジュネーブ外交、国際関係学校名誉教授、シェフィールド大学名誉博士、ヨーク大学名誉博士を授与されている。2014年王立協会フェロー選出。ありがとうございます。